佐藤義明、佐藤義明は、日本の政治家。衆議院議員、参議院議員、防衛庁長官、大阪府知事、学校法人王や学園理事長、郵政大臣、法務大臣、国土庁長官を歴任した、佐藤恵は息子、三重県出身。1924年京都帝国大学文学部、卒業。欧米留学の後、新言州京都大学。 臨済州大学、神戸高等商船学校の教授を経て1946年4月、第22回衆議院議員総選挙で、大阪府第2区に日本人由党から出馬し当選し、衆議院議員を一期務める。1958年、第二次岸内閣で防衛庁長官として初入閣。9月2日から9月16日にかけて、衆議院決算委員会において航空機、 購入問題で現役閣僚として承認喚問を受ける。その他、参議院議員運営委員長、参議院予算委員会委員、参議院法務委員会委員などの要職を歴任した。1959年に赤間文蔵の後を受け、大阪府知事選挙に出馬し初当選。3期目の在任中には大阪万博が開催された。1967年に、 大阪府を20区にする。現在の大阪の22区を9区にする。衛生都市を11区にして20区にする。そして区長は公選にする。そして20区になりました場合には、名称は大阪都となるかどうかわからないが、そこから選出したところの議員をもって、区選出の議員をもって、区政の参議会というものを作るとする構想を持っていたことについて、新聞で報道された。 1971年の大阪府知事選で4期目を目指したが、革新陣営が担ぎ上げた黒田良一にまさかの敗戦を喫し、府知事を退いた。1985年1月9日死去、去年86、岐阜から引き継ぎ、学校法人大谷学園学園、第二代理事長も務めた。仏教者としては、大阪府仏教会会長。 大阪支部協会会長も歴任した。ありがとうございます。